ダーウィンはオーストラリア海軍のアデレード級フリゲートの4番艦。艦名はノーザンテリトリー準州の主婦であるダーウィンに由来する。ダーウィンはワシントン州シアトルのトッドゾー戦所で1981年7月2日に寄港され、1982年3月26日に浸水、1984年7月21日に収益した。1番艦。 アデレードから、この、ダーウィンまではアメリカで建造されたが、以降の2隻はオーストラリアで、ライセンス生産された。FFG-UPC1930 に基づく、アップグレードが予定されている。1999年9月19日から11月3日まで、オーストラリア人の指揮下で、東ティモール国際軍の一部として、東ティモールに展開する。2001年には、 ソロモン諸島に展開される。ダーウィンは2007年から2008年にかけて、ニューサウスウェールズ州のガーデンアイランドにある海軍基地にて大規模アップグレードと修理を受け、2008年11月に通常任務に復帰する。2009年3月13日朝、ダーウィンは1988年のオーストラリア200周年祭以来、シドニー降で実施されたカン,カン式で17席中。 最も大きな官邸として式典に参加する。2010年には、乱戦闘名誉システムの見直しに続き、東チモール 1999, ペルシャ湾2003-03及び、イラク2003の3つの戦闘名誉が与えられた。2012年に、FFH157 パース、SSG-74 ファンコムと共に、リムパックに参加する。2013年10月、 2013年国際観艦式に参加。ありがとうございます。